土砂崩れがあったのはキ別町中里の国道276号線です。13日午後8時半ごろ、現場を通りがかった男性が道路沿いの斜面が崩れているのを見つけ、警察に届け出ました。土砂はおよそ長さ20メートルにわたり、道路の半分ほどを塞いでいて、堆積した土砂の厚さは2メートルほどあるということです。巻き込まれた車や人はいません。この影響で現場付近の国道が およそ11キロの区間で通行止めが続いていますが、開通のめどは立っていません。同開発局は雨や雪解け水で斜面が緩んだのが原因とみて詳しく調べています。